最近の日本では出前を取ることが少なくなったと思っていたのだが、そうでもなかった。マックも宅配サービスがあり、日本古来からの寿司の出前並みのサービスは各社いろいろと工夫している。普通の宅配といえば、なんといってもバイク便や電気自動車だが、今回は元手もユニークなものであった。では、どうぞ。ドミノピザが日本で登記、トナカイでピザを宅配することを目論み、テストを行っている。UPI.com が伝えた。特に厳しい冬となることが予測されている日本の北部地域で実施する計画。北海道石狩市で訓練が行われている。訓練の模様が映像に収められている。GPS トレッカーで随時トナカイの移動をチェックするという。まだ準備は完成しておらず、付き添えなしでの移動や自動車道に出ないことを教え込まねばならない。ピザをトナカイの背中に固定する方法もまだ未完成という。先にラクダが車道に出て交通事故を引き起こしたことが報じられた。海外の反応をまとめました。海外の反応。トナカイの前にスノーモービルってのがあるだろ。ドミノピザは二度と食わない。一回食ったけど、ローラーに引かれたみたいに平らだった。このビデオみたいに冗談みたいなピザだったよ。日本人は本当に驚くべき民族だ。サンタがいなければトナカイは飛ばない。デリバリータイムは2から4時間になります。日本のクレイジーなテレビ番組の一場面みたいだ。ここフィンランドではトナカイはピザを配達しない。ピザの上に乗ってるよ。笑った。ドミノピザは80年代は美味しかったんだけど今はダメだ。地元のピザ屋の方が安くて美味しい。トナカイが狼やクマよりも早く走れるのなら良い考えだと思うよ。ペパロニの匂いにつられて出てくるだろうから。デリバリーが30日を超えた場合、無料になります。この技術を中国に伝えてあげるべきだ。死ぬ人が減るだろう。オーストラリア人と日本人は狂ってる。これはいい意味で言ってるんだよ。お客さんに、オニオンはいらないって言ったでしょって言われた時の配達員の表情を想像できる。トナカイの肛門をずっと見続けることになるドライバーに同情してる。30分超えたら、無料ってサービスの対象外だといいね。新手のエロビデオ？赤鼻のトナカイ、ルドルフはどこ？ウルトラマンに配達させた方がクールだ。わざわざドミノピザを嫌う理由を一つ増やしてくれなくてもいいのに。このビデオは、ダイジアルの冷凍ピザの次のコマーシャルにぴったりだ。ライオンかコモドドラゴンに配達させれば、もっとクールだと思う。M サイズのピザ、飲み付きでお願いします。アメリカのゴミは、何でも、日本の若者に広まっているようだ。日本のないアジアは、すごく退屈なところだろうね。突飛なことを思いつくのは日本人に任せておけばいい。トナカイに配達させるのに4人必要なのか。仕事が増えるな。日本人は奇妙なものを食べることで知られている。トナカイのことが心配だ。誰かが勘違いしてピザのトッピングだと思って食べてしまうかもしれない。今はドローンの時代だろ？フェイクだろ。日本人がピザなど食べるわけがない。クジラが入ってないから。かなり手厳しい反応でしたが、これも話題性というものがあるのでしょうか。とはいえ、食品である限り、迅速で丁寧な対応が重要で、安全面は気になるところ。しかし、これでトナカイさんの仕事も増え、人手もかかるというのだから、職場にも活気があふれるのでは。どんな結果になるのか、今後の様子を見守りたいものだ。